1月28日月曜日午前11時を回りました。ミスチテタイヤが FM 那覇カルチャンプルーな沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算、1たす2たす10たすうまい安いでかい沖縄県内9店舗ジャンボステーキハンズ、お一人様も大歓迎、ラウンジオンザロードの提供でお送りします。始まりました。神奈川県出身沖縄在住8年の今日も明日も25歳、長谷川美智子と浮かれたパーソナリティミスチーです。今日もゆたしくウニゲーサビラ。さて早速ツイキャスからありがとうございます。タチさんこんにちは。そして野良犬になるさん、また来ました、ありがとうございます。1時間お付き合いください。今日のコーナー案内いきましょう。毎週月曜日はですね、違いましたね、毎月、2回月曜日に来てくれます、沖縄バスさん、今日も嬉しいたくさんのツアーを持ってきてくれましたので、イベントなども紹介したいと思います。後ほど楽しみにしていてください。そしてもう一つ、あのお店このお店チャービラー対沖縄在住9年目のミスチーが内地目線で気になったお店を厳選してあらゆるお店を紹介します。こちらも楽しみにしていてください。ミスチテタイヤガでは世界中から見て聞けます。パソコンからもスマートフォンからも FM 那覇で検索するとトップ画面のど真ん中に生放送中の動画が今現在流れているので再生してみてください。そして今ラジオ聞いてるけど後で映像も見てみたい、今日はラジオもネットも聞けないけど見たいなって思ってくれてるあなた、そんなあなたのためにこの番組はちゃっかり録画してあるので後ほどゆっくり見れます。YouTube で FM 那覇って検索してね。過去の番組もたっぷりあります。その際せっかく YouTube で見てくれたのでポチッとチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。皆様からのメッセージお待ちしてます。メールアドレスはtayaga@fmnaha.jp tayaga@fmnaha.jp。 そして FM 那覇のトップページからもメッセージを送れるので画面左上にある赤いボタンを押してね。気軽に気楽にメッセージを送ってちょ、お待ちしてます。ねえねえ、最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え？クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけどクチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めはあさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ジャンボステーキハンズ横ラウンジオンザロードは夜8時から夜中2時まで張り切ってやってます。俺はテンダーロイン。僕はランプ。私はオリジナルソース。大変、脂肪で覆われた柔らかいテンダーロインときめが細かく味に深みのあるランプが決闘です。うー、憎い。もうダメ。2人ともこんがり焼けちゃって。
仕上げは20種類以上の素材を使ったフルーティーな甘みのソースでみんなの旨味を引き立てて美味しくなるのにね。うまい、安い、でかい。県内9店舗ジャンボステーキハンズ。さて早速ゲストの紹介をしたいと思います。沖縄バスよりまず観光部の比嘉直樹さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。間違えた、比嘉親分でした。よろしくお願いします。今日も綺麗なバスガイドさんを連れてきてくれてありがとうございます。はい、では紹介したいと思います。バスガイドの照屋陽子さん、そして長峰悦子さんです。よろしくお願いします。お二人は今回初めてですよね。はい、ですよね。はい、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。親分では早速いきますかね。はい、前回の放送の時に、はい、お話ししたのそれの、無事終了したってことで、その様子をそうですね、はいはい、持ってきてくれたってことなので、じゃあこの紹介をしたいと思いますが、どちらですか、陽子さんからでしたっけ。私です。はい、じゃあ陽子さんからお願いします。えつこからです。あ、そうですね、はいはい、そうですよね。じゃあえつこさんからよろしくお願いします。はい、はい、前回の放送でご紹介しました大石林山とヤンバル一周ドライブツアーが無事運行終了しました。そのツアーの様子とお客様の声を報告させていただきます。最初に立ち寄ったわんさか大浦パークは午前中ということもあり、観光客だけでなく地元の方も多く訪れていて、採れたての野菜や果物を購入する方でにぎわっていました。前回の放送で紹介のあった一番人気のラムパパイヤクッキーを食べている方がいて、美味しかったですかって聞いてみると、美味しいさ、あんたも食べたらよかったのにって笑って答えてくれました。いやラムパパイヤクッキー、皆さん、そうなんですよ、お土産に買ってきてくれるって言ったでしょ。売り切れちゃいました。売り切れるの。本当にすごいな、本当に、ね、このわんさかオーラパークって、うん、どこら辺でしたっけ場所。そう、名古屋の東海岸 の辺野古の近くです。辺野古の近く、はい、あんまね、あっちの方ってね、うん、沖縄バスさんの方でもツアーとかって組みます、東海岸。なかなか東海岸ないです ね。そうですよね。その中であえて持ってたということで、はい、で ラムパパヤクッキーはナッシング、はい、いつか機会がありましたら。そうですね、ぜひぜひ、はい、今回バスガイドさんたちも食べれなかったということで、うん、そうなんですよ、ね、やっぱすごい人気なんでしょうね。そうですね、うん、ぜひ食べてみたいですけども、はいはい、じゃあ続きの方、えつこさんお願いします。はい、昼食はカナンスローファームカフェ&エコステイでカフェ自慢のロコモコ丼プレートを召し上がっていただきました。乗務員はロコモコ丼プレートを食べることはできませんでしたが、お食事どうでしたかと尋ねると、上等、美味しかった、いや他のツアーでも使ったらいいと思うなどのお声のほか、常連の男性の方はいつもバスツアーはバイキングが多いけどこういうところもいいね、でも男の人には少し量が少ないかなというお声もありました。ああ、でも常連のやっぱり方もいるんですね。この沖縄バスさんが好きでっていうかな、このツアーが、ね、はい、この比嘉親分のこの考えるツアーがもうツアーごとに参加していただいてるお客様もいらっしゃいますね。そうなんだ。女性と男性どっちの方が多いですか。常連、女性が多いかもしれないですだと思います。女性好きですよね、こういうツアーとかね、もう全部任せられるからね。わかります、わかります。で今回このまたラムパパイヤクッキーに引き続きこのロコモコ丼も食べることができなかったっていうこのバスガイドさんたちが、うん、まあ経費的な事情で乗務員を用意してないんですよ。もう聞いちゃってすみません、本当にもう。そっかそっか、そうなんですよ、うん、でも次からはつけてねって言われました。そうでしょう、そうでしょう、はい、だと思うんですよね。あとやっぱりこの常連の男性の方の意見なんですけども、うん、あのバスツアーはバイキングが多いけどやっぱりこういうところもいいねってことなんですが、うん、やっぱりバイキングだと皆さん自分で好きなものをね、はい、選んで食べれるので、うん、比較的ねそういう風になりますけども、その中でも厳選したね場所をね、うん、いつも比嘉さんがね、うん、はい、自ら足を運んで
まあ、実際、ね、はい、そうですもん ね、なのでだからとっても美味しいところが多いと思うんですけども、はい、その中でもこういう方の意見はすごく貴重ですね。そうですね、うん、ありがたいと思います、はい、では続きをえつこさんお願いします。食事を取った後、東村からディープなヤンバルの東海岸を通って大石林山へ向けバスを走らせました。大石林山までは50分ぐらいで着くかなって聞いていましたが、思った以上に遠く70分ほどかかりました。もちろん熱心にガイドの案内を聞いてくれる方もいましたが、食事で睡魔に襲われ気持ちよさそうに眠っている方や、東海岸が珍しかったのか窓の外を眺めている方もいました。はい、ありがとうございます。あの東村からディープなヤンバルのやっぱり東海岸がディープなんですよね、はい、大石林山へ向け結構この50分ぐらいだったんだけど、70分ほどやっぱりかかるっていう。そうですね、前の運行で大体50分ぐらいで走ったのがあったんですけど、うんうん、今回、うん、そうです、50分でやっぱ走れなくて、はいはい、大体もう70分からちょっとそれ過ぎるぐらい、うん、ちょうど夏休みの最中だったからかもしれないですね。それもあるかもしれないですね。だと思います。で、この嬉しいのがですね、バスガイドさんやっぱり熱心にガイドの案内を聞いてくれるっていうのは嬉しいですよね。嬉しいです。そうですよね、本当に、うん、あの話をしててやっぱ聞いてくれるとこの話しがいがあるって、やっぱそういう方たちっていうのをこのよく目合わせたりしますか？なんかそうですね。うん、ね、はい、ですよね。わかります、本当に。でもやっぱり食後の後なのでね、食後なのでね、スイマーって、あとバスのこの揺れ具合にね揺られて、はい、ちょうどいい感じなんで、そう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 、しかも夏で暖かかったと思うんで、はい、ですよね。あと窓の外を眺めてる方もいましたってことで、なかなか自分で車走らせて行くと、うん、見る機会がないじゃないですか。そうなんですよね。なのでね、バスに乗ってる、しかも上からなので、そう、車高が高いんで、うん、そう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 、乗用車で見るあの景色がちょっと違うんですよね、うん、そうだと思うんですよ、本当に、うん、だからね、見る機会もあってね、はい、すごくいいと思います、うん、ありがとうございます。では次からですね、横さんの方からお願いしていいですか。はい、8月の午後ということもあり、大石林山の散策は熱中症など暑さで倒れてしまう方がいないかなど少し不安がありました。散策を終えて戻ってきたお客様は皆気持ちよさそうに、ガイドさんも歩いたらよかったのにと笑顔で声をかけてくれ、無事でよかったと安心しました。前に来た時よりも一度駐車場がきれいになっていました。大石林山は来るたびに良くなっている気がします。はい、ありがとうございます。これ大石林山どん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 駐車場も広くなって、そうですね、でなんかレストランができるって聞いたんですけど、うん、はい、レストランまだなんですけど、うんうん、ゴールデンウィーク頃までにはまずあの道路の、はいはい、整備をして、はいはいはい、まあ、良くなったなと思うんですけど、うん、まあ、その奥に、まあ、あの綺麗な駐車場を作って、うん、できるだけ移動のロスをなくしてですね、園内の方でたっぷり時間取れるようにってことでありますね、はいはいはい、今私も、まあ、2、3年ぐらい前に大石林山行ったんですけども、うん、本当に道が狭いっていうか、そうなんですよ、もう何にもないですよね、うん、なんか砂利道に近い感じの道なので、そう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 、こんな方でいいのかなと思ったんですけど、うん、あそこら辺も結構手前の方から、はい、直すのかな、うーん、あ、どうだろうね、駐車場の方だけかな、駐車場につながる道ですね、うんうん、つながる道を、はい、でレストランもできたら楽しみですね、はい、本当にね、お客さん の、 なんつの滞在時間が増えると思うんですよ。そうです、そうです、そうです、ね、それすごくいいと思うんですけども、はい、そしたらね、グッズとかも売れると思うので、大石林座ってグッズありましたっけ、白蛇のグッズとか、うん、白蛇いますよね、大石林座ね、白蛇はあれじゃないですかね、何ですか、南部の方の沖縄ワールド、ちょますよ、大石林座いますよ、います、私が行った時いましたよ、へえ、そうだったんだ、あれなんか、あ、一応ね、います、います、ちゃんと水槽なんていうの入ってて、あ、じゃあ今度確認してみましょうね、ちょっと確認してみてください、はい、多分生きてればいいと思います、本当にそうそうそう、なんかグッズ売ればいいのにね、ないか何がありますかね白蛇がまだいるんだったらね、ぜひ売ってほしいですけども、でもやっぱり8月ということもあって、うん、この何でしたっけ、熱中症、はい、やっぱり気になりますよね、うん、でも皆さん無事だったということで、はい、よかったですね、本当にありがとうございます。では続きは陽子さんお願いします。沖縄本島最北端の辺戸岬、お天気が良かったので与論島や沖永良部島も見ることができました。太陽の光を浴びて海がキラキラしていてとても綺麗でした。海に囲まれた沖縄県ですが、23キロ先に見えるのは鹿児島県の島、辺戸岬には祖国復帰闘争碑があります。沖縄が日本に復帰するまではこの先の海が国境だったんだねとつぶやくお客様がいらっしゃいました。なるほどなるほど、祖国復帰闘争碑が辺戸岬にあって、はい、私も行きましたけども、はい、この日は
あの23キロ先の鹿児島は見えた。そうなんですよ、与論島も、ね、うん、あの沖縄良部島も見えたということで、うんうん、はい、ね、だと思います。で、うん、私さすがにあの 2,3 年前に行った時はちょっと曇りで見えなかったんですけども、 あのヘド岬の、うん、この弾丸絶壁の下の海、はい、うん、飛び降りたくなりますよね。なんか吸い込まれそうな感じで崖が、うん、そうですね、でなんかちょっとしたフェンスしかないじゃないですか、うん、ね、ですよね。なのでちょっとあれなかなかね、でもすごい綺麗ですよね、はい、本当にね、もうエメラルドグリーンみたいな感じで、はい、その海を見るのもいいですし、本当に先の与論島や沖永良部島も見れるね、はい、いやすごいですね本当に。で太陽の光を浴びて海がキラキラしてたっていうのがまた、うん、うん、あの本当に沖縄って、うん、あの島国なので海に囲まれてるんですけど、毎日違う顔を見せますよ ね、 そうですね、海ってね。あら何ですか、あら、あら、これ言葉が上手じゃないですか。日がマジックから日賀さんの言葉の魔術師って知ってます？私が名付けたんですけども、いつもなんか言葉が綺麗じゃないですか。なのでね、言葉の魔術師って言ってるんですけども失礼しました。では続きをヨコさんお願いします。はい、最後に道の駅巨大へ立ち寄りました。駐車場は車でいっぱい、たくさんのお客様で賑わっていました。最近見た CM でサマージャンボ宝くじの広告をしていましたので、せっかく教団に来たから買ってみようと思ったら、昨日までなんともタイミングが合わず、また次の機会ですね。長い道中だったのでトイレを心配されるお客様もいらっしゃったので、立ち寄るところでは必ず済ませていただくよう説明に心がけました。天候にも恵まれ満足していただけたのではないでしょうか。だと思います。本当に結構長い道中って、あの一番どこまでが時間がかかりましたか。やっぱこの70分ですかね、かかったところっていうのは。うん、そうですね、はい、うん、ただ、うん、でも那覇の方からお客様をピックアップして、うん、最初のこの、あの高速で休憩取るまでも、うん、はいはいはい、まあ、そのぐらいかかるので。あ、じゃあ那覇から、うん、その東海岸の方も東村に行くまでがそっか長かったのか、うん、そうですね、そっか、そういうことですよね。で道の駅巨大相変わらず人気、やっぱりね、はい、夏休みということもあって、うん、駐車場は車でいっぱい。あの道の駅巨大のこの大きさの割には駐車場すごい広いですもんね、うん、第二駐車場ぐらいまでありましたね。本当にね、あそこ私も好きなんですけども、残念なのがサマージャンボが前日で終わってたっていうことで、これがね、はい、前回もこんな話だったよね。そうなんですよ、今回サマージャンボだけど、前回何でしたっけ。ドリームジャンボ、ドリームジャンボ宝くじが、これも前日で終わっていたっていう。今回ちょうど8月11日に運行した乗務員が、うん、はい、あの買おうかなと思ったら、うんうん、で昨日までみたいな。うーん、で車中でお客様に、うん、なんか今日だって当たるみたいですよなんて喋ったらしいんですよ。なるほど、なるほど。なのに、そしたら昨日まで、昨日までってもう期待させといてそれかよみたいなね。そうかそうか、なんか今後はねそれに合わせていきたいなと思います。そうですね、じゃあ宝くじツアーをね、本当にいいと思います。本当に巨大と、うん、あとなんかどこがありますか。女の駅も確か宝くじもそうです、ね、で宝くじ出ましたよね、はい、今日だと。なんかそう宝くじツアー、ああ夢のあるツアーで、夢のあるツアーで本当にもう、はい、じゃこれから先だとドリームジャンボ、年末だからドリームジャンボ、年末なのかな、だって今日もう9月になるじゃないですか。そうですよね、多分年末ですかね、年末のドリームジャンボになりますよね。あ、ドリームジャンボって年末だったっけ、うん、年末って何でした、年末が、うん、年末ジャンボじゃない、年末ジャンボってあったっけ、うん、あ、本当、あ、そうかそうか、そうそうそう。ドリームジャンボってグリーンジャンボで、ドリームジャンボいつでした？あ、グリーンジャンボ？ドリームジャンボはゴールデンウィークです。ゴールデンウィーク、はい、なるほど、うん、年末ジャンボね、はい、失礼しました。いいですね、じゃあ年末に向けて、はい、うん、バス、あのこれがさあのこれがさ毎回宝くじツアーが1年間に4回ぐらいあるということですよね。そういうことだよね、はい、これ全部組んでみたらどうですか、常連さんが見る沖縄バスが組んだツアーで宝くじが当たったって言ったらこれ大きいですよ。そしたらゲストですね、こっちで。これ毎回ツアーを長い間やってて、でこの宝くじを当たったって人がいたら、うん、この沖縄バスの一気に株が上がるっていうか、そうですね、うん、じゃあこの夢のある会社で、夢のある会社で本当にもう今日もありがとうございます。さてですね、今後の、今回はツアーではなく沖バスフェスタがあるということなんですが、はい、ちょっとその前にツイキャスからコメント来てますね、はい、カズマさんお茶ありがとうございます。そしてうさぎさん久しぶりです。サボさん、宝くじは西原の、西原シティも人気ある、おあるんですか、有名みたいです。ああ、そうなんだ、西原シティもじゃあ出たのかな、うん、
まあ、出ないとね有名にならないですよね、うん、あと FM 那覇の前にあるジュンク堂の横の宝くじもね出てるんで、結構沖縄県どっと数年にわたって、ね、当たってるよね、今のうちだよ買うなら今のうちだよ本当に。もうちょっと話を戻してまして、はい、9月の16、17、同日ですね、はい、で沖バスフェスタなんと4回目ということで、はい、こちらの会、バスを身近に見て触って楽しいイベントいろいろということなんですけども、はい、これが、じゃあ比嘉さんの方から少し紹介してもらいましょうかね。はい、はい、お願いします。ですね、前回、730の、はいはい、バスの報告の時に、うん、うちの他も親方からも、はい、他も親方あったと思うんですけど、うん、この9月の16、17の2日間ですが、はい、この730バスの方の特別運行を実施します、はい、ね、だからね本当に、はい、運行路線はまたこれからなんですけど、うんうん、お楽しみということ で、そうですね、はい、うんうん、ホームページとなどでもまた後ほどご報告をさせていただきます、うん、はい、ありがとうございます、はい、そしてですね、私が気になるのは今 目の前にチラシがあるんですけど、このバス部品マーケット、はい、うん、このバスの部品って、例えばもうちょっと読んでいいですか、はい、不要となったバスの部品を数量限定で展示販売、無料でゲットできるものから、これなんていうの、降車ボタン、降車ボタンやピンポンです、ピンポンです、ピンポンだ、ピンポンピンポンや経由地表紙板、表示板などの車内小物、また行き先を示すスクリーン式の、これバスの目の前にあるやつですよね、どこどこ行きって書いてある、うんうん、はい、や運賃の表示器、はい、運賃の表示器って100円とか130円とか、そうです、はい、あれ丸々丸々、はい、など大きな部品も各種販売いたしますということで、うん、これ写真が載ってるんですけども、かなりの勢いですごいですよ、にぎわってますよね、お子ちゃまもすごいですね、はい、ご家族連れからから結構マニアな人いると思うんですけども、うん、これはやはりこの中古とかで、もう乗らなくなったバスの部品ってことですか、そうですね、はい、もう廃車する車などから部品を取って、うんうんうん、まあ会社後の、はい、こういう部品を愛用してくれる方に提供していきたいなということで、この無料でゲットできるっていう書いてあるんです、この無料って何ですか、何がもらえるんですか、ですね、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、バスの座席を示す番号の表だったりとか、はいはいはい、はい、お、うん、すごい、いろいろあります本当に、年季が入ってますよね、はい、それでいろんな人を連れていたものに、この込められ愛が込められたものが無料でゲットできると、そうですね、であと他に、さっきのピンポンのボタンとかだったり、はい、この車内の小物だったりなんですけども、うん、一番高いものって何ですか、一番高いものですね、うんうん、価値があるもの、うん、バスのちょうど一番正面の方に、うん、沖縄バスの会社の社紋っていうのがあるんですけど、あのなんか埋め込んでるって感じの、そうです、そうです、あれどのくらいの大きさですか、どのくらいだろうね、見えますかねこれで、うんうん、15センチぐらいかな、このぐらいですかね、うん、はい、直径15センチぐらいかな、はい、ね、あの丸いやつですよね、そうです、そうです、そうです、これはちなみにおいくらするんですか、一番高い、これは1万円です、でも安くないですか、そうですね、だってこれバス1台に対して1個しかないですよね、うん、あ、そうです、そうです、もう飛ぶように、あ、とでしょうね、売れちゃいます、うんうん、びっくりするぐらい、多分この9月16、17日なんですけど、うん、バス部品マーケットが16日は午後の1時からですが、はい、もう多分もう早めに行って即売り切れですよね、戦争みたいになっちゃいますね、戦争が始まっちゃうの、バーゲンのスタートと似たようなもんですよ、うん、私これでも、うん、多分まあいいやこれそう、社紋だよね、そうなんですよ、バスのこの真ん中に堂々とある、あ、そうです、そうです、社紋が1万円、うん、あ、そう、すごいです、これマニアックにはめちゃめちゃ欲しいものだと思うんですけども、あ、そう、でも私ピンポン欲しいですあれいくらぐらいですか、ピンポン多分300円とかそのぐらいだったんで、安いわ本当に、もうみんながこのいっぱい押した、うん、ピンポンがもらえるってことですよね、そうそうそう、はい、俺すごくいいけどな、うん、しかもなんか聞いたら動くっていうんでしたっけ、電池をなんか明かりがつくんでしたっけ、あ、そうです、そうです、ね、本当に本当にバスで見かけるようなものなんで、うんうん、ちょっと紫色の色してて、はいはい、わかります、はい、うん、あれをさ、何、普通に1個買うじゃない、うん、で買ったらなんか先になんか、あ、そう、つなげてもらえれば普通に押したら使えます、うん、音も鳴るの、音は鳴る、音は鳴んないですよ、音は鳴んない、はい、光るだけです、光るだけです、うん、すげえ、はい、あ、ほんと、それだけ、それが300円なの、はい、安っ、うん、これ結構大量に買ってく人とかいますか、います、やっぱり、何に使うんだろうと思うんですけどね大量に買った時に
いやさ、もうマニアなわけよ、マニア。そう、すごいですよね、本当にね。だって私も欲しいなと思いますもん。あとやっぱりこのスクリーン式のバスの前にあるこれどこどこ行きっていう、くも字行きとかって、はい、あれも売りに出すってことですよね。そうです、そうです。で、あと、今何でしたっけ、バスの中にあるあの経由地、はい、表示板、これもこれもなんですよ。売れるんですか。売れるんですね。あ、そう、なんか何に使うんだろうね。本当そうですよね。今ちょうど方向マークがだんだんデジタル化してきてるんですよね。あ、なるほど。なので本当にこのスクリーン式のっていうのがもう今だん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 なくなってきてるので、なるほど、なるほど。もう県外からも来るんですよ、うん。でね、この沖バスフェスタさん、今回で4回目ですけども、はい、他に日本全国でこういうバス会社がこういう年に1回こういうイベントやってるとこってあります？まあ、うちのフェスタとはちょっと違うんですけど、うんうん、でも去年とか広島のバス会社さんの方でもなんか似たようなことやって、ちょうど去年は広島のバス会社と交流して、向こうのものもこっちに持ってきて、うちのも向こうでっていうのをやったのがあるんで、コラボしたんだ。コラボで、どうでした？そうですね、やっぱでもここに来ると広島のものであればやっぱうちのもの欲しがると多いんで、ごもっともだよね。そう、沖縄に来て広島のって、ごもっともだよね。逆に広島の方が売れたはずね、みたいですね、だと思います、はい、だって沖縄に行かないと買えないものが広島で買えるってことなので。そうなんですよ。あ、なるほど、なるほど。今回で4回目で、9月の16日土曜日、17日日曜日、沖バスフェスタということで、沖縄バス本社ですね、はい、1階がこの駐車場になってまして、あ、そうです、この駐車場の中でですね、やりますよね、はい、だから雨が降っても大丈夫、うん、ということで、はい、ですね、ちょっとざっと説明しますと、730のバス特別運行、そしてもう一つ730のバス無料で、はい、ちょっとぐるっと回ってくれて、あのバスガイドもしかも同行、うん、はい、海空トンネルや那覇空港など那覇市内近郊を730で、ぐるっと回った後に、当社の整備工場にて、見学していただきます、はい、バスの中から、はい、これ楽しそうですよね。そうですね、なかなかめったに見られないだと思います、はい、本当に9月の16、17日、うん、両方とも開催で、沖縄バス本社午後3時と、はい、4時、はい、この2便の運行ですね、2日間とも。またね、来週の月曜日、9月の4日にもこの沖バスフェスタ担当の他も親方が来ますので、はい、そうですね、はい、その親方にもまた詳しく聞きたいと思いますけども、はい、とりあえず9月16、17日の沖バスフェスタ第4回ということで、はい、ほんの少しだけ紹介させていただきました、はい、今日はありがとうございます、はい、沖縄バス観光部の比嘉直樹さん、そしてバスガイドの照屋陽子さんと長峰悦子さんでした。ありがとうございました。ここで一曲聴いてください。オレンジレンジでチラチラリズム。最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょ。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる。ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。今何時？まだ10時やっさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所まよ。あまよ、くもじの川沿いの古民家よ。あまよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまりもデージになってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だば。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。問題、1たすには3。いいえ、1たすにはジスタス。ジスタスは健康、美容、リラクゼーションが楽しめるフィットネスクラブ。那覇、浦添、三郷の3店舗であなたの生活に健康を足し算しちゃいましょう。詳しくはジスタスで検索。
または098-868-0758 までお電話ください。 1+2+ ジスタース。8月28日月曜日午前11時35分になります。ミスチテタヤが FM 那覇沖江通りスタジオから生放送でお送りしています。さて外の様子なんですけども、なんか風強いですね。なんかちょっと雨が降りそうな雰囲気なのかな。まあでも暑いではあるんですけども、ちょっと風が強くなってきてますね、そんな感じになってますけど、皆さん飛ばされないように気をつけてくださいねではですね、次のコーナーに行きたいと思います。あの店この店チャービラタイム。沖縄在住9年目のミスチが内地目線で気になったお店を厳選してあらゆる業種を紹介したいと思います。今日はですね、私の大好きなお店なんですけども、平和通り沿いかな、平和通り違うな、平和通り沿いの近くですねにあります手作り島造り工房チンダミ屋なんですけども、皆さん今ユーストリームを見ている方は分かると思うんですが、早速ね掘ってもらったんですよ、私 FM 那覇のスタッフ用に。で後ほど YouTube でも見れますので、 YouTube で FM 那覇って検索していただきます と、今日のがアップされているので見れると思います。ぜひ皆さん確認してみてください。これあれすればよかったな、2画面にすればよかったな、ずっと置いとくっていう。手作り島造り工房チンダミ屋、場所がですね、牧師むつみ橋通りを浮島向けにまっすぐ行くと右手にあるということで、またこれ後ほどゆっくり紹介しましょう。そしてツイキャスからありがとうございます。サボさん、ミスチー綿闇ナウって何、綿闇ってミスチー綿闇ナウ、ごめんわかんない。そして勝田 S ケインさん、コインありがとうございます。こんにちは、嬉しいです、ありがとうございます。では話を戻しまして、オーダーメイドですね、オーダーメイドの手作り島造り工房、私今回これ全オーダーしました。女性スタッフ2人 と、社長含めて男性スタッフ3人の右と左で、色を変えたんですよ、女性男性で。男性用は、島造りが、青ですね。で女性用は赤、もうね本当に飾ってもらいたくて作ったんですけども、一番大きいので28センチがあるんですけど、今回は、女性のサンダルのサイズに合わせたので27センチ、27センチもね結構大きいんですよ、私の、27センチですもんね、結構大きいんですけども、これをね、全部で5人の、顔似顔絵を描いてくれて、これがまたそっくりなんですけども、なんと先ほど社長とですね、あのスタッフに見せたところ皆さん感動してくれまして、かなりね似ているんですけども、後でよかったら YouTube で確認してみてください。特にですね FM 那覇のスタッフが分かる人はですね、すごく似てるなっていうのが分かると思います。後ほど YouTube で見てみてください。さて紹介しましょう。ですね、実はですね手作り島造り工房チンダミ屋の、ウッチって言うんですけども、実はですね今ね横に、私の横に座ってるんですよこの島造りを届けに来てくれたついでに今ね見学してもらってるんですけども、ウッチがねなんかお話するって言ったら、いや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 っていうことなので、私が一方的に話しかけようかなっていうことで、ツイキャスからじゅんちゃん、ハンコじゃない、スタンプありがとうございます。ウッチのお店、私がですね出会ったのが、今回この紹介しようと思ったきっかけがですね、沖縄って島造りにいろいろ掘ってやってる方って多いんですよね。どんどんで年を重ねるごとに違うな、そうですね、毎年どんどん増えてるんですけども、皆さんねとってもうまいんですけども、そのうまさの中にも独特の個性ってあるじゃないですか、掘り方いろんなデザインってあると思うんですけども、その中で私の好きなこのデザインを作ってくれるんですよ、ウッチーのお店は。なので友達とかでなんかお土産で欲しいなとか、もしくは島造りが欲しいっていう時はもう必ずウッチーのとこを紹介するんですが、
紹介して今まで、まあ、すごいねすごい紹介したわけじゃないんですけども、結構あの何人か紹介した時に皆さん買わない人はいなかったですね。その場で買ってすぐ、はい、履く人もいれば、丸々オーダーする方もいますし、でですね、実際このお店に店舗に行きますと、何十種類か置いてあるんですが、その種類に名前を、無料で彫ってくれますので、この名前がね だいたい1足10分ぐらいで彫れますので、その場で名前を彫ってもらって、そのまま買って履いてく人もいるし、あと今のところこの種類って何百種類ぐらいある、この手帳っていうかあれには100種類ぐらいあるかな、 100種類ぐらい。今現在店舗に行きますと、この過去に彫ったこういうのできますよっていう、フルオリジナルフルオーダーの他にも過去にこういうの彫りましたっていうのが、写真入れの中にバーって入ってまして、写真としてそれが大体100種類ぐらいありますので、これね私ね何が好きかって季節ごとに分かれてるんですよ。ですね、例えばじゃあこれからだったらハロウィンですよね。ハロウィンだったらハロウィン用の、島造りを作ったり、デザインを作ったりとか、冬ならクリスマス用の、沖縄って夏のデザインを使って島造りを彫る方もいるし、あとは沖縄のイベントですね、例えばエイサーとかそういうのを、いかにも沖縄っていうのを彫る人っているんですけども、ウッチーみたいにこの季節ごとの、デザインを彫る人ってなかなかいないんですよ。なので私すごく好きで、それプラスこの個性的なこの絵ですねがすごい好きなんですけども、センスがあるって言い方をした方が早いと思うんですが、このハロウィンからクリスマス、そして冬だったらね雪なんか、もう沖縄なんか雪ってあんまり関係ないんじゃないと思うんですけど、これがまた可愛いんですよ雪の作り方。それでね動物にも猫とか犬とかも彫ってまして、まあ、私ちなみに猫飼ってますので猫とかもすごい可愛いんですけども、いろんなね猫とハロウィンとかいろんなコラボをしててすごい可愛いんですよ本当にデザインが。なのでね皆さんぜひまず一度お店に行くのもいいんですが、ウェブでも、ホームページもありますので、見てもらいたいですね。後ほど紹介したいと思います。そしてツインキャスからありがとうございます。サボさん、綿やみってお腹痛いだわけよ。誰か、サボさんが、サボさんお腹痛いの大丈夫、あんまり無理しちゃダメだよ。そしてルルル沖縄さん、拍手ありがとうございます。ではですね早速ウッチー、お店の自慢をしましょうかね。私がいろいろ質問して聞いたんですけども、デザインの案とかはどうしてますかって言ったら、やはり私が先ほど言った季節や、あとね、そうそう沖縄の食べ物、これもまたないよね。沖縄の食べ物って例えばさゴーヤーとかあるじゃない、そのゴーヤーをさ、ゴーヤーって分かるように掘るって難しいよね。だってさ絵だったら色をつけたりとかできるんだけども、島造りにゴーヤーとして掘るってすごい難しいと思うんだけど、それがゴーヤーって分かるんだよ。それもすごいでしょ本当に。で喜んでもらえるように心を込めて一つ一つ掘っているということなんですけども、でうちにですね一番人気はって聞きましたらですね、これがすべての、島造りに対してラインストーンを入れてくれてますので、このね今回もこれ今ねユーストリーム見ている方は分かると思うんですけども、島造りの FM 那覇のスタッフの島造りにラインストーンを、ね、キラ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 入れてくれて、これがだいたい何個かで、まあ、だいたい300円から500円ぐらいですね。これ何個ぐらいからできるの？1個からでも平気なの？なるほどなるほど、ということなんですけどね、名前彫りの場合は、名前彫りでお買い上げの場合は1足5分から10分でサービスでやってるということで、デザインのオーダーもできる。で今回はですね私初めて、オーダーしたんですけども、似顔絵ですね、イラスト風になってますので、もう一回見せちゃおうかな。私ね今まで似顔絵ってオーダーしたことないんですけども、最近ねうち似顔絵を描くようになって、それをね SNS で発見してすごい可愛かったので、やはりねうちもこの似顔絵を彫るのはすごく気を使うということなんですが、それがすごく現れてますね。愛がたっぷり、愛情たっぷりの似顔絵となってます。イラスト風ですのでね本当に分かりやすいんですけども、すごく素敵ですよね本当に。そして一番売れるのがですね、やはりまあ沖縄ならではですね、ジンベエザメが売れるということで、まあ、ジンベエザメはね、ジンベエザメっていう自体がもう可愛いので、私もジンベエザメ好きなんですけども、チュラ海水族館のね、一番メインのところにありますジンベエザメなんですが、あれは絵にしても可愛いし実物見ても可愛いですし、それにプラスウッチーの個性が入ってる絵なので、もう本当に可愛いんですよね。
ではですね、早速なんですが、このウッチーのお店を紹介したいと思います。場所がですね、むつみ橋と国際通りをむつみ橋に入りますね。むつみ橋通りを浮島向けにまっすぐ行くと、あの本当まっすぐです、ずっとまっすぐ浮島向けに行ったら、右手にチンダミ屋ってありますので、カタカナでチンダミで、屋根の屋は、漢字ですね。チンダミ屋で検索しますと、すぐ出てくると思いますので、よかったらそこに、過去のデザインが載ってると思いますので、それもよかったら見てみてください。もうね、たっぷりあるのでね、皆さん時間をあの取ってからでもいいですし、休憩中に、この後ねお昼休憩入るので、その後このチンダミ屋で検索していろいろと見てもらうとたくさん出てくると思います。そしてむつ、お店の場所がですね、むつみ橋通りを浮島向けにまっすぐ行って、右手に、あれはどのくらい、2坪ぐらいかな、あのもう入り口が開けてるのでドアとかないんですよ。だからもう細い通り沿いをね歩いてますと、もうチンダミ屋っていう看板が目の前に出てますので、そこをねパッて見るともうウッチがホリホリしてますので、ぜひあの声かけてみてください。デザイン島通りもねたくさん置いてありますので、時間です。午後1時から夜の7時まで午後1時から夜の7時までやってますので、ぜひ行ってみてください。あとね、曜日が不定休となってますので、うち一人でやってますのでね、いろいろとこのデザインを作ったりとかもするので、不定休になってます。前もってね、電話してから、お店に来るのも可能ですので、後ほど連絡先聞きたいと思います。そしてですね、他にもうちのデザイン、島ぞうりが手に入る場所があります。まず一つ。沖縄ワールドの中にありますね。もう有名ですよね、沖縄ワールド言ったら皆さん観光で必ず1回は行ったことあると思うんですけども、沖縄ワールドの中にある、瓶型工房で販売しています。瓶型工房で、多分沖縄ワールドに行ったら瓶型工房ってお店がありますので、そこに行きますと、販売してると思いますので、ウッチーのチンダミ屋って書かれた島ぞうりがあります。ぜひ行ってみてください。そして近場ですと豊見城の道の駅にありますティグマ館、ティグマ館でも販売してます。豊見城の道の駅ティグマ館でもウッチーの、島ぞうりが販売してますので、こちらも多分ジンベエザメが人気よねだと思います。そしてですね、那覇市ですと雑貨屋タンタンというところにもあります。こちらもウッチーのね、この厳選された島ぞうりが置いてますので、ここは何通りだったっけ、サンライズ通り、うちの店から近いですね、浮島通りをまっすぐ行きます、国際通りから浮島通りを入っていってもらって、まっすぐ行きますとサンライズ通りに抜けますので、そこにあります雑貨屋タンタンと、あと浦添に雑貨屋フェリース、浦添の雑貨屋フェリースにもうちの島通りが置いてます。みんなうちで検索しないでね、チンダミ屋で検索してください。うちはお名前ですから手作り島ぞうり工房チンダミ屋、チンダミ屋カタカナですね、カタカナに屋根の屋で検索します と、すぐ出てくると思いますので、皆さんぜひ検索してみてください。で、ね、実際に見てみたいという方は、むつみ橋通りを浮島向けにまっすぐ行くと右手にありますので、こちらも行ってみてください。いついつ行くって決まってる方がいましたらね、前もって電話するしても、全然うち対応できますので、よかったら電話してみてください。連絡先が 080-4313-9343 080-4313-9343 です。そして他にもですね、チンダミ屋のホームページで検索、そして SNS、Facebook でもチンダミ屋で検索しますと、今日はやってますよ、やってませんよとかっていう案内も出てますので、そちらも検索してみてください。今時期ですと注文するとどのくらい、2週間ぐらいでかかりますかね。夏の時期はね、この時期すごく、混んでますので、実際に行ってみて、注文してもいいですし、この検索して注文しても構いませんので、注文すると大体2週間ぐらいでできますので、ぜひ行ってみてください。でですね、うちなんでこんなに絵素敵なのかなと思っていろいろ聞いてみたんですけども、絵がまず好きだそうですね。で2010年頃からなんですけども、今も2017年なので7年前ですね、2010年からコツコツとこのインターネット販売のみでやってた。でうちはですね、出身が熊本なんですけども、熊本でくまモン、
掘ってたんですよ。今でこそくまモン有名ですけど、2010年頃っていうのはまだそんなにくまモンもそんなに有名じゃなかったと思うんですけど、その頃にあのちゃんと何でしたっけ、あれを撮ったんですよね。なんていうんだっけ、そう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 、イラストの使用料をちゃんと取って、うちは熊本で熊本の草履を掘りながら百貨店などお土産屋さんに、熊本のみとして置いていた。その頃にね、培ったこの絵の才能が今すごく爆発していると思うんですけども、3年前に沖縄に来て、やってたんですけども、その頃はまだこのお店自体をうち持ってなくてですね、この私がよく行ってた行きつけのこの焼肉屋さんが、あ、間違えた、たこ焼き屋さんたこ焼き屋さんがあってですね、昼からあの行ってたんですけども、そこの店頭の入り口に、当時サンライズ通りだったんですけども、その入り口にウッチーがある日突然とやってきて掘ってたのを見て、うわこの人の島造りの絵すっげえ個性的で可愛いなと思って、なんか他のところと全然違うなと思って輝いてたんですよ。でその頃からですね、ちょくちょくとこの友達を紹介するようになったんですけども、本当に一つ一つが心を込めて、愛情が入っているので、もうとっても本当に、好きですね私は。なのでね、ぜひ行ってもらいたいんですけども、それで、ちょうど今のお店ができて7月の1日で2年を迎えたっていうことなので、いろいろありましたねいろいろありましたけども、今こうやって、うちがいてくれるのも皆さんのおかげだと思いますが、なのでね、ぜひ行ってみてください、手作り島造り工房チンダミヤ、場所がですね、むつみ橋通りを浮島向けにまっすぐ行きますと、もうほんとまっすぐ行くと浮島通りに抜ける手前の右手にあります。そして、定休日が不定休となってますので、連絡してから行ってみてください。お店の時間が午後1時から夜の7時までです。前もってですね、チンダミヤで検索していただきます と、今日やってるやってないとかの案内も出てると思いますので、あと Facebook でもチンダミヤで検索していただきますと出てくると思います。あとですね、直接見てみたい方はお店に行ってみてくださいっていう感じですね。今回は FM 那覇のスタッフのために今回掘っていただきました。素晴らしいですね。後ほど今ユーストリームで見れる方は見てもらってもいいですし、スタッフ5人の似顔絵を描いてもらったイラストですね。そしてですね、後ほど YouTube にもアップしますので、それも楽しみにしててください、ということでですね、ツイキャスからコメントありがとうございます。ルルル沖縄さん、チンダミと聞くと五百英翔先生を思い出しますって。わかるよ、私も大好きなんだよね本当に。うさぎちゃん、チンダミするよって受けるね。そしてタボさん、サボさんありがとうございます。ナンジーとかご当地キャラも掘ってるのということなんですけども、ご当地キャラはやっぱりね掘ってない、あれまた許可が必要ですもんね。なので売り物としてあの許可を必ず取らなくちゃいけないので、そういうご当地キャラとか、こうそういうアニメのキャラクターとかっていうのは特には掘ってないですね、はい。なので、オリジナルのものをぜひサボさん注文してみてください。本当に可愛いのでおすすめです、以上、あの店この店チャービラタイ、今日は手作り島造り工房チンダミヤの紹介でした。大変すごい重要なことを言うの私忘れてたあのですね、あれ言ってないよね、あのいくらなのって、もうそんだけ凝ってたらお高いんでしょって思うよね本当にね。もうオーダーメイドご注文たまりますということで、料金の目安について、島造りのサイズ14センチから21センチ、14センチ可愛いんですよ、子供用のサイズで、あのストラップとかにもねできたりするのですごい可愛いと思うんですけども、14センチから21センチ、だいたい1足1950円からとなってます。言ってもね3000円ぐらいですので、この本当にお誕生日、結婚式、出産のお祝い、大切な人のために、あなただけのために特別な一足として、送ったり、自分のために、プレゼントしたりという意味ではすごくあのお手頃だと思いますので、ぜひ皆さん
14センチから21センチが1950円から、3000円、そして23センチから28センチ1足2950円から3500円程度となってますね。ぜひ皆さん、あのご注文内容により先ほどのストーンだったりとか似顔絵イラストとかについてはまた、別追加料金が、発生すると思いますね。そこら辺もね、電話してインターネットから見てみて、この聞いてみてください。そしてですね、全国発送賜っております。送料は1足につきなんと350円です。全国発送、送料が1足につき350円、なのでね、全然いいと思うんですよ本当に。まあね、実際目で見てみたいという方はね、ぜひお店に、わざわざもともとウェブでずっと見てたんだけども、沖縄に旅行にするからってことで訪れたお客さんとかもね、いるっていうのをよく聞くので、そのぐらいやっぱりウッチーファンっていうのはね、たくさんいるので、ぜひ皆さん検索して、チンダミヤで検索して見てみてください。ありがとうございます。ではではですね、明日の毎週火曜日の、コーナー案内いきたいと思います。毎週火曜日はですね、純駆動那覇店週間ランキングです。明日も純駆動那覇店よりスタッフをお招きして、新刊ランキングの週間、ごめんなさい、ランキングのトップ10を発表したいと思います。楽しみにしててください。あとまだ少し時間ありますね。じゃあちょっとチンダミの話しましょうかね。チンダミって言うと五百英雄さんを思いつけますけども、うちなんか一言言いますか。せっかくねお隣に来てくれてるんですけども、本当にもうチンダミするよって言いたくなりますよね。なのですね、手作り島ぞうり、チンダミ屋、手作り島ぞうり工房チンダミ屋、他にもですね、店舗の他にも沖縄ワールド、豊見城の道の駅ティグマ館、そして雑貨屋タンタン、浦添の雑貨屋フェリースでも販売しています。なのでね、ぜひ本当に皆さん行ってもらいたいんですけども、気になる方がいました、チンダミ屋で検索してみてください。ミッチーとタイヤが今日も1時間お付き合いいただきありがとうございます。また明日この時間、火曜日午前11時にお会いしましょう。またあちゃーやーたい。